これは。いい日和だな。誰だこれ。九。冬の旋律が花開いたか。眺めるだけで長年の重圧が薄れていくようだ。綺麗だな。あの子らも村のために命を懸けた。その目が摘み取られることなどあってはならん。巨木の根のように強い子らだ。あいつらには言うなよ。言ったりしない。それじゃ新兵たちが羽目を外さぬよう目を光らせてくるとするか。これがあの娘さんの花かな。これこれで、ね、これで終わり。これでこのサイドクエストは終わりか。なんか武器もらったね。Q の長弓。いいものもらったな。雷の空中罠。なんで急に作れるようになったんだ。よし。そしたら、西部の影か、ここか。こっちあたり探索するか。とりあえずこの狩り場行こうかな。ちょっと行かせてくれ私を。どうせ戦うんでしょここで。よし。あれ戦闘中だから無理。オッケー。クイックセーブができない。おかんこ補充。うわー、武器いっぱいあるなー。クイックセーブして、ワイドモード、ワイドモードだ。プラズマ耐性が鎧を洗って、カリウドの代表としてふさわしい見た目でいる。イビーナ、噂は本当だったか。レガーラの闘士を倒したというのはお前だな。うん、族長を助けてくれて感謝する。狩り場によくぞ来た。私はイビーナ、この場所の管理者。機械と戦うための訓練の場を提供している。それが私の部族であれ、隣人のウタルであれな。カージャの狩り場のように。ああ、どうやら奴らは自分たちが狩り場を考案したと言っているらしいな。だが我々は派閥のラインより以前からこうした場所で訓練してきた。そして我々の試練はカージャのものよりずっと厳しいはずだ。お前ほどの腕の狩人ならば楽しめるかもしれんな。試練に勝てば見返りとして印も手に入る。そしてさらにメダルも獲得できる。
赤の動乱で我々がカージャに勝利した証のな。そのメダルを樹海にある闘技場に持っていけば、そこの者が我らの部族が誇る最高の武器や防具と交換してくれる。そうなんだ。駒職人についても教えておこう。我々がたしなむ遊戯の駒を作る。駒職人、機械を見て発想を得る。ストライカーの駒、あ、ストライクか。ストライクの駒、狩り場で売ってんだね。駒職人は大体交換可能な駒を持っているからな。もう行かなければ。他にも狩り場はあるのだが、そこもお前に解放されるだろう。天と共に。天。駒職人はどこだ？あ、後ろの人か。これだ。ディープラッシャーの駒とか。ワイドモン。そんで狩り場。ここはお前の狩り場か。そうだ。試練に挑み、噂に聞く腕前を見せてくれないかね。狩り場、歌の平原の狩り場。ステルス回収。ステルス系の狩り場か。機械を警戒状態にせずダメージも与えずに物資の箱の中身回収。どうしよっかな。そこのさ、これを一個取って。もう一箇所。そこだな。え、どこだっけ。え、どこだっけ。あ、やばい、どこだっけ。あそこ。早く。これだ。完了。何分？やばーい、迷っちゃった。ちゃったな。どうでしたか？え、何分？お、いけた。1分50。あ、全然余裕だったじゃん。焦っちゃった。
次、ステルス攻撃の指令。よし、いたいた、オッケー、無理やり。こっから真上からの一撃やらせてくれよ。ダイレクトストライク、よーし、あと1匹ぐらい。オッケーオッケー、こいつはいける。サイレントストライク完了。これは絶対いったな。これを受け取るがいい。ありがとう。いったいった。報酬受け取る。これで完了で、あとこれか、ステルス滑空の試練。はあ、まあ上からの一撃、ほんであと引き、あいついけそうじゃない。まあ上からの一撃、オッケー。一番楽だったかも。そう、まあ1分で短かったもんね。よし、これでここの狩り場全部終わりだな。これを受け取るがいい。おー、ありがとう。よーし、全部ゲットだ。シャドウありがとう。オッケー、待っているぞ。そしたらこの狩り場は OK。 達成。セーブの影が、あー、そうだね、セーブの影サイドクエストだから、こっちからこうやって回ってって、ここ。行ってこう回ってくるか。下からぐるーって。なんだ？戦ってない、あの人。ワイドモーンはね、雷、おお、なんだ、あの人を狙っている間に、よし、うーわ、危ない、来た、クリティカルストライク。
倒した。あれ開いた、大丈夫かんじゃないの今。今助けてあげたんだけど、助けてあげたことになっていないこれ。なんかさ、こうこの世界の人助けてもなんかちょっと不愛想なんだけど。ここは俺たちの土地だ。客人らしくわきまえて。助けなくてよかったかな。あーいるね。敵が。なんか逆賊みたいなのもいる。え、すごい敵だらけじゃない。ここから行って大丈夫かな。ベーズレイが恐れのための部下に送った座標だな。うん。今度こそ見つからないでやるぞ。これ捕虜か。私が暴れまくったら捕虜が殺されてしまうのかな。この人はすぐできそうだね。この今全然画面向いてないけど、この人そんな派手にやる。よし、よし。お、レベル20になった。そんで捕虜の人たちもね、偉いよね。全然騒がない。こんな目の前で機械を殺しても。おお、味方が来たぞとか、そういうのもない。あっち行くのか、あの人ね。よし、オッケー。こいつをやるときだ。サイレントストライク。よし、多分今のは殺したんじゃなくて気絶させたな、多分。うわここ通んの。あ、ここ通りそう。いいですね、サイレントストライク。うわぁ、外に出ていくスタイル。あ、重火器手に入る、これ。あれは、ここでやっちゃって大丈夫そう。見られてない。外したら終わり。よし、ここから行けるかしら。ちょっとむずいか。行けなかったな。おう、外した。遺跡の入り口を探そう。入れてやるよ。ベズレーってやつの企みを止めないと。入れてやるよ。話そう。ウタルの捕虜と話すになった。
ちょっとその前にアイテム取ってきていい？もうないかな。あんた手を貸すよ。あんた手を貸すよ。誰だ君は。どっからどっから登る。あ、はしごを下ろしてもらえるのね、ここで。イエー。こっちからじゃ開かないんだ。特別な錠前でさ。そうなんだ。エクリプスどもめ。ペッ。せいぜいした。唾吐いてる。それじゃあベズレーは潜伏場所を見つけていたのか。なあ、奴らをやるなら上の足場から忍び込みな。上の足場。南の壁は補強が終わってないんだ。んベズレーなら砦の奥にいる。お前たちは何者だ。俺はイエフ、ウタル族さ。あいつら歌の平原を徘徊して人さらいをしてるんだよ。死ぬまで働かせる気だよ。え、地下労働施設じゃん。拉致された。お前もさらわれたのか。ああ、数週間前に探索してたら捕まっちゃってさ。探索？まあ探索ってよりガラクタ集め。歌の平原での暮らしにうんざりしてさ。食べ物もやることもない。腐食も進んでるしね。この吐き溜めにいるよりはマシだ。もう遠出はしばらくやめて。あ、うんざりした。他のウタルは逃げたが平気なのか。歌の平原に向かったんだ。多分生きて帰れるはずさ。まあ近いしね。それより中にいる奴らが心配だよ。うん、監禁されてるやつもいる。それは心配だ。探してみるよ。中はどんな様子になってるんだ。エクリプスに殺人機械、あと古の危険な武器。どんな武器だ。知らないよ。生き残るだけで精一杯だったし。古の危険な武器。古の死の力を手にって。まずいな。お前ももう逃げた方が。仕返しせずに逃げろって手伝うよ。なら私が戦う間ここで待っていろ。解放された人が馴染みの顔を見たら安心するだろう。ふん、せいぜい頑張って。俺はのんびり見物するよ。あ、うん、それがいいと思う。意外とこうついて NPC がついてくるのいいんだけど、なんか敵に見つかりたくないときはちょっと心配になっちゃうんだよね。あ、話しかけられる。聞きたいことでも。さよなら。じゃあ行くよ。こら閉めて。こら閉めてきて。ウタル族の人なんかいい声の人多くない？いい声というかなんというか。荒れてるな。ここで古のものが抵抗したんだろう。あ、てかこのなんかデータポイントどっかいなかったっけ。機能性遠すぎて反応してないか。これが反応してたのかな。音声データ。え？音声データこれ。奴隷たちの血と汗が古の戦場を満たしたとき、我らはついに宿命を全うする。あ、よく見たらこれ死体か。前線の部隊は全滅。 USRC は反応なし。もはやおしまいだ。何か策はあるか。気化爆弾があります。ロボットが来たら起爆させて、あの鉄くずどもを地獄へ道連れにしましょう。過激だな。気に入った。やれやれ。空でまた会おう。ベズレーが爆弾を見つけたなら絶対に止めないと。あー、そのこの爆弾を利用しようとしてるのか。選ばれし者が
いるな。あの人は後ろ振り向かないタイプ。よし、サイレントストライク。箱をこじ開ける。豪華な箱だ。ここは包囲されていたんだな。激しい戦いだったんだろう。世界を征服するとか言ってる。敵がどこにいるんだ。敵いなくない？いないのかな。入り込めそうだ。あ、こっから。本当だ。この後なんか激しい戦いがありそうだな。拠点だな。だがもうおしまいだ。すっ。サンじゃほとんど傷をつけられない。こんぐらいかな。よいか。にこの恩恵を与え導けるのはこの私だけだと肝に銘じよう。ベズレを探す。私は人を超越した存在となり、この手で死の力を振るってみせようではないか。なんか急に音楽が激しくなった。ずっと定期的に流れてんだね。このデータというか、なんていうか